それではいよいよ花火を打ち上げます。前場会長、青山様、カウントダウンよろしくお願いします。5、4、3、2、1。ダーン。
って。Okay.
火が目まぐるしく変化する最新鋭の花火を集中的に打ち上げ、この花火の動きが元気と勇気を与えてくれます。それではシリーズ3ダンシングファイヤーをイオンモール住並様、焼肉料理食堂園様、須花火大会を応援する会様、有限会社アドバンス様、熱田小児科クリニック様、株式会社薄い自動車様、高砂建設株式会社寿司店様、ラブテスコ株式会社津工場様、株式会社中部都市建築設計事務所様、白桃株式会社様、株式会社若鈴様の提供でお送りいたします。Thank you.
続きまして、夜空が巨大なイルミネーションとなり、幻想的な世界を作り出します。それではシリーズ4ときめきイルミネーションを、株式会社ライフテクノサービス様、株式会社プラスワンハウスドゥ2南店様、ミッションハイウェイグループ5社様、岡三証券株式会社寿司店様、中日新聞社様、株式会社メディカル一行グループ様の提供でお送りいたします。Yeah.
芸術花火を全国各地から取り寄せました。寿司だけの究極の美の世界をお楽しみください。それではシリーズ5、キラリと光る職人の技を、株式会社山川測量設計コンサル様、井村屋グループ様、百五銀行様、株式会社山陽開発様、株式会社 AG テクノ様、日本板ガラス株式会社通事業所グループ3社様の提供でお送りいたします。こちらのシリーズでは、花火師たちが丹精込めて作り上げた7つの作品をご紹介してまいります。まず1作品目は、福島県有限会社川崎加工服部煙火店作、作品名オシャンティー玉です。おしゃれな配色で作った花火をご覧ください。どんだけおしゃれ。こんなおしゃれ。嘘やん。昭和やん。おしゃれ。続きまして、2作品目は、広島県株式会社牛尾煙火製造所作、作品名郷愁の渚です。ふるさとの穏やかな海をイメージしました。時の流れがゆっくりと感じるノスタルジックな夜空の海をご覧ください。3作品目は、奈良県株式会社小山煙火製造所作、作品名回転イルミネーションです。夜空にくるりくるりと回転する色鮮やかなイルミネーションを表現します。4作品目は、福岡県塚本花火工業作、作品名惑星ループです。太陽の周りをくるくる回っている様子を表現しました。群馬県上州花火工房有限会社有川重宝火薬店作、作品名上り極道付き八重心変化菊です。日本伝統の新入り花火、芯を二重にした花火をご覧ください。続きまして、6作品目は、秋田県株式会社北日本花火工業作、作品名天空のユートピアです。四方八方に伸びる光の束で桃源郷の世界を表現します。
続きましてはシリーズ5最後の作品、長野県有限会社花松煙火作、作品名キラキラ神代々入り引き菊です。キラキラ神のわびりオレンジとキラキラの星を散りばめてみました。Thank you.
は水面に映る美しさも魅力です。それではシリーズ7水上クジャクの舞を株式会社いすず急走様、ガレージフィックス様の提供でお送りいたします。
でかっ。全国でとても珍しい色、エメラルドグリーンで一面を染め上げます。それではシリーズ8、ザ・エメラルドワールドを柳有限会社様、総合建築業レック様の提供でお送りいたします。
皆様、お楽しみいただいております津花火大会もいよいよフィナーレを迎えるお時間となりました。最大10方向に花火を発射し、黄金の光の壁が皆様を包み込みます。たくさんの花火の音と光を感じていただき、元気と勇気をお持ち帰りください。それではフィナーレ、イッツオンリーゴールドを名産松阪肉朝日屋様の提供でお送りいたします。これをもちまして第71回津花火大会2024を終了いたします。